の市議会議員の小泉一馬です。お世話になっております。小泉一馬が市議会議員やってと思うのはね、やっぱりね、議員もお役人の言葉に流されちゃうんですよね。ああそうか、そういうもんかと思っちゃうんですよ。でだんだん市民的な感覚がねなくなってっちゃう。お役所に取り込まれてっちゃうんですよ、議員も。で小泉一馬はそういうことがないようにと常々注意しながら議員活動をやっています。長野市議会議員の小泉一馬です。で小泉一馬はね、元長野県庁職員です。長野県庁職員やってて、あのまま県庁にいればね、よかったのにって今でもうちの奥さんから言われますよ。だけどね、県庁の仕事ぶり見て、あ、こんな役所なんだ、役所ってこうなんだ、こんなんじゃ住民のためになってないじゃないか、もう知っちゃったから議員になりました。そういうね、計算ができない、何が得で何が損か、損得勘定できない議員です。で小泉一馬はね、おはようございます、おはようございます、いらっしゃい。で小泉はね、公共の仕事がやりたくて県庁県の職員になりました。だからそこで得られたのは住民のために頑張っているという、おはようございます、そういう充実感もあったけれども、いやいや住民の方向いて仕事ばっかりしているわけでもないよねって、お役所の都合、住民よりもお役所の欲しい、それもお役所の一面だよねっていうことが十分分かりました。だからね、長野県庁はあのままいれば2,000〜3,000万ぐらい退職金もらえて、公務員年金ももらえてね、万々歳だったんだけども、まあうちの奥さんには申し訳ないけども、立候補いたしまして2011年以来長野市議会議員やらせていただいております。まあそういうね、損得勘定ができない議員が長野市議会に一人ぐらいいてもいいのかなと思いつつ、無所属で突っ張り通している長野市議会議員の小泉一馬です。今後もね、小泉一馬は市民の皆様のことを忘れない、お役所の都合に振り回されない、騙されない、市民の感覚で物を言う、そういう議員として働いてまいりたい所存です。長野市議会議員の小泉一馬、皆様のご意見お待ちしております。そしてね、今後も小泉一馬存分に働かせていただくために皆様のご意見賜りたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。長野市議会議員の小泉一馬です。お世話になっております。おはようございます。